絶対うまくいくってもし自分のことを信じきってたら焦らないですよね、うん、だからまずは何かうまくいかなくなってる時とかって、うん、空回りしちゃってる時とかって、うん、気づけるかどうかがまずは一番重要だと思うんですね、うん、だから全部全部全部捨てちまいなよダーリー、失うことは手に入れること、感じて過去じゃない今。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、はい、なんていう方なんですか。ここは青森県でございます、ね、青森県青森桜庭神社ツアーの真っ最中でございます、はい、そうですね。本当今日もね、もうたくさんのギャラリーの方に、はい、迎えていただいて、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、今日は、隣にいらっしゃる、大石陽子、陽子大師匠とね、はい、3人で、はい、お届けしたいと思いますね、ジャニーさんね。はい、よろしくお願いします、はいはい、はい、僕大石先生の本でやっぱ感動したもので言うと、うん、7日間でなりたい私になれるワーク、うん、この本、うん、めちゃくちゃ売れてる本なんですけど、うん、中の本を読んでみるとめちゃくちゃ自分のことについて紐解けてですね、うん、めっちゃ感動したんですね。あの前回ね、陽子さんに出ていただいて、はい、本の紹介したらね、はい、本が増刷かかりましてね。ああ、本ですか。おお、もう素晴らしいですよ。こんな嬉しい報告ありますよね。ねえ、ありがたいよね。もう、はい、もうどんどん売れちゃってね。そうですね。もうだから陽子師匠がね、はい、もう喜んで喜んで、はい、大変ですございますね。あ、そうなんですね、はい、はい、ということで、まあ今日もスペシャルワークを、はい、ね、はい、一つ欲しいです。お客様にね、はい、何か向けて、うん、なんかお題を出さないと多分分かんないんじゃないか、はい、あ、大石先生、あの僕の感動したワークの中で、はい、焦りについてのワークがあって、はい、焦ってるということは本当の自分を信頼してないんだよっていう内容だったと思うんですけども、はい、あの部分のワークってもうちょっと紐解いてなんか皆さんに伝えられないですかね。はい、はい、物事が何かうまくいかなくなるときってきっと焦ってると思うんですよね、うん、うまくいかないと思ったら焦りますよね。絶対うまくいくってもし自分のことを信じきってたら焦らないですよね、うんうん、だってそれを淡々とやり続けていたらやがては叶うだろうっていうふうに思ってれば焦らないの で、だからまずは何かうまくいかなくなってる時とかって、うん、空回りしちゃってる時とかって、うん、焦ってる自分がいるんだなっていうことに気づけるかどうかがまずは一番重要だと思うんですね、うん、あ、私焦ってるんだって気づくことができたら立ち止まることができるので、はいはいはい、まずは焦っている自分に気づくことが何よりも重要ですよっていうことを本ではお伝えしていたと思うんですけれど。なるほど、最後ぼんやりしてきましたね。ありがとうございますまず第一ポイント、はい、焦っている自分に気づく。そうしたら次どうしたらいいんですか。焦っているんだねっていうことをまず自分に気づいて立ち止まる、はい、立ち止まる、うん、空回りしちゃってるのが大体うまくいかない、うんうんうん、状態ですよね。そうですね、うん、焦っているっていうのは心のどういう働き、うん、どういう状態なのかなっていうと、さっきお伝えしましたように、うん、自分が自分の現実を作っているっていうことを忘れている状態っていうことなんですよね、うん、もうちょっと教えてもらってもいいですか、はい、思考が現実化する、はいっていう考え方を聞いたことあると思うんですけれど、うん、皆さんの 100% 自分の思考が現実を作っているっては思っていなかったりするんですよね、うん、半分ぐらいは自分が現実を作ってるけど、ね、半分ぐらいは作れてないよねっていうふうに、はい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 、100% 思えてる人少ないんじゃないかなと思いますですよね、はいはい、でもこの私がお伝えしている考え方って 100% 自分の考えていることが現実を作っているんですよっていう考え方が、それができればできただけ自分の人生を自分の力でコントロールしていける、変えれるようになるよっていう考え方なんですね。はいはいはい、なので焦っちゃうっていう時は、結局自分が思考したこと、うん、自分がこうなるぞ、こうなりたいなっていうことが叶うって思えてないってことじゃないですか。そうですね、完全に信じきれてない。あ、そうそうそう、だからその信じきれてない度合いが大きければ大きいほど焦っちゃってるんだなっていうことなんですよね。だからもう焦っている自分に気づいて立ち止まることができたら、焦っているっていうことは自分が自分の現実を作れない
っていうふうに思っちゃってるっていうことなんだなっていうことをまず気づかないといけないんですね。だから自分のことを信じてあげれていないっていう状態だなっていうことですよね。はい、今わかりました。だからごめんねなんですよね。自分のことを信じられていないっていうことなので、自分が自分の現実を思うように作ってあげれないって決めちゃっているので、だから自分を信頼してないってことだね、ごめんねっていうふうに自分に謝る、自分の潜在意識に謝る、気づいて謝る、はい、っていうことなんですよね。はいはいはい、はい、ただいまより公演情報をお知らせいたします。急ですね。急です。動画見てたのに。そうです。あ、そうなんですね。急です。あの公演でいろんなとこ行くんですよ。いろんなとこ行きます、ね、はい、今月来月、はい、そうです、そうです、うん、大阪行きます、はい、名古屋横浜、はい、名古屋横浜、そして石川富山、お、石川富山、そして博多ですね、はい、あ、博多もありますね、はい、ワン、あ、はい、博多もあります、ね、で他の地域もどんどんこれから決まっていくので、うん、ぜひ概要欄見て、あ、概要欄ね、はい、載ってますので、ぜひ遊びに来てください。会いに来てください。だからまずそれができたら、はい、焦るっていうことは、うん、もう焦るとセットで自分のことを信じていないっていうことになっちゃうんだから、うんうんうん、自分を裏切ってることになるので、うん、なるほど。だから焦りはやめようって心の底から思えるようになるので、うんうん、そしたらあとはもともと自分がこうなりたい、ああなりたいっていう思いは、うん、そもそもみんな持ってるわけですから。そうですね。だからその信じられないっていう、うん、思いさえストップすれば、うん、あとは自然に自分の行きたい方向に素直に進んでいけるようになるので、うん、はいはいはい、だからそのための一番大事なスタートは焦っている自分に気づくっていうことですよね、はい、まず気づいて、はい、立ち止まって、はい、自分に信じれなくてごめんねと伝える、はい、その後に、うん、そうしたら自然ともう信じられるようになってくるんですか、うん、信じてあげられなくて、はい、ごめんねって自分に謝ってあげる、うん、これが一番重要で、それができれば、はい、心の底からごめんねって思えたら、はい、焦る、うん、イコール信じていないっていうことを自然に止められるようになりますので、うん、そしたら自然に素直に自分のやりたいことを落ち着いてやれるようになってきますので、はいはい、めっちゃすごい。あの焦ってる時って、はい、絶対呼吸が止まってたり、 あります、浅くなってる、そう、浅くなってると思うんですよ、はい、だから呼吸って無意識に基本的にしてるものですよね、うんうん、要は無意識にしてるものなので、うん、無意識の世界ととてもつながる場所なんですよね、呼吸って、うんうん、だから焦ってる自分に気づいたらまず息を整える、深く呼吸を意識的に意図的にするっていうことができると、より潜在意識、心の自分の深い部分の自分の思いとつながることができますので、はい、だからもう焦ってる時は呼吸が止まってたり、うん、早く浅くなっちゃったりしてる、うん、だから気づいたらごめんねって言って意図的に深く呼吸をしていくっていうことをしていくと、自然に自分の望む方向に落ち着いて進んでいくことができるようになります、うん、これめっちゃ素敵なワークですね、はい、ありがとうございます。まずはしっかり自分に気づいて、しっくり呼吸をしてごめんねって言って進んでいくっていう、これをすれば焦らずに自分のやりたいところに進んでいけるってことなんですね。はい、最高でございます。だよ、いかがでしたこのワーク。うん、いいよ。うわー、すげー、上から来た、上から来た、いいよ、雑ですね、3文字。いや、はい、今の話はすごいいい話だね、うん、今の感情に気づくっていうのはすごい大事なことじゃないですか、うんうん、だからジャニーさんなんかよくね焦ってたり慌てたりするじゃないですか。めっちゃあるんです、めっちゃあるんです、うん、だから本当にね、慌てるジャニーはもらいが少ないってよく言われるように、あ、本当に大王から4回ぐらい40回ぐらい言われてます、だからその今の感情に気づくっていうのもすごい大事なことだし、やっぱり怒ってる時とかもそうじゃないですか、うん、だから僕なんかやっぱり怒ってる時とか、まあ一緒に仕事してる人に対してすごいちょっと腹立つことがあるんですよ、うん、あ、僕だ、あれ僕オーディエンスの方見てたら視線感じたんですよ、刺さるようなやつ、僕だ、いや、その時に、はい、あ、自分は今怒ってるなって気づけるかどうかなんですよね、はい、自分の感情で気づく、これ、はい、感情だけじゃないんでね、はいはいはい、今の自分の運気にも当たるわけですね。あ、そうなんですね。今の自分がその運気がどうなのかって
ていうこと、うん、だからここで気づくことによって、うん、その後の修正ができるようになってくるよね、はいはいはい、本当にこれできるようになったら結構生きていくの楽になりますよね。楽になります、うん、なるほど。なりたい自分になれるだけじゃなくて、うん、運気も改善されていく。改善される。あ、最高ですねこれ、うん、だから今の陽子師匠の話はすごい深いなと思ってね、はい、はいはいはい。さすがベストセラー作家だなと思いますね。そうですね。またさらにこれでね本が売れちゃいますね、はい、また売るかと思います、うん、本当に深い話で、やっぱ常にやっぱりその自分の感情に気づくっていうのはすごい大事ですよね、うん、特にこれ怒ってるとか機嫌悪い時にそれにもし自分が気がつけるようになると、うん、絶対人生は変わると思うんだよね、うん、だって怒ってる時に、あ、今私怒ってるとか気づける人ほぼほぼいないから、ね、そうですね。だからそういうところに気がつけるとやっぱ人生は絶対的に豊かになっていくと僕は思うよね、うん、ありがとうございます、うん、ぜひですねこのワークを通してもっと自分のことを好きになって、うん、そして運まで引き寄せてほしいと思います。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ楽しい。